スヌードの作り方を説明します。生地を裁断します。横幅は70センチから90センチぐらい、縦は50センチぐらいで裁断します。生地を中表になるように半分に合わせます。端の部分をミシンで縫っていきます。端の部分が縫い代1センチでミシンで縫えました。脇の部分から表に返していきます。表に返したらねじっていきます。片方を反対側へ返してねじりを入れていきます。両脇の部分を合わせて半分にしていきます。合わせた脇の部分の4枚重なっているうちの真ん中の2枚をしっかりと持ち、中に手を入れて裏側に返していきます。中表に合わせて一周ミシンで縫っていきます。一箇所返し口を5、6センチ縫い残していきます。返し口を縫い残して一周縫い代1センチで縫えました。返し口から表に返していきます。表に返したら返し口を手まつりで縫い留めていきます。返し口の縫い代を出来上がりに合わせて手縫いで縫っていきます。縫い留めた返し口は内側に返してスヌードの完成です。